皆さんこんにちは、さやぐさ心です。今回はインスタグラムチャンネル間違えたインスタグラムフォロワー数4万人を記念してインスタグラムに寄せられた質問にお答えしたいと思います。この練習場にやったものに質問を募集しました。で、たくさんね質問をいただいたわけなんですが、なんと85件でも1個私が書いてるんで84件の質問ありがとうございます。皆さんいろんな質問をしてくれたのでちょっと選ぶのがね難しいんですが、たくさん選んで答えたいと思います。ちょっと一つ一つに返信するのなかなか難しいんで、動画だとね結構いけちゃうんで、いきます。まず1つ目、応援が多いので、心さんのおかげでゴルフが大好きになりました。それは嬉しい。ありがとうございます。クラブは何を使っていますか？これは結構YouTube でもクラブの私の動画上げてるんですが、ですね、ドライバーが、まあ、ざっくり言うとですね、ドライバーがエポン、ウッドがヤマハ、アイアンがオノフ、ウェッジがヤマハ、パターがオデッセになります。次いきますね。心ゴルフアカデミーをやりますか？っていうのはレッスン場ってことですかね。心ゴルフアカデミーは今のところやるつもりはありません。今はリンゴルフと、はい、本業のモデルで結構いっぱいいっぱいなので、心ゴルフアカデミーはまだまだやるとしても先の話になりそうです。今までの姿勢より前傾が浅いですね。縦振りを意識した練習ですか？多分この時は反り腰が結構最近すごく多くてというかひどくなってて、それを修正するために結構起き上がってやってたんだと思います。私も好調とスランプの交互ですが、スランプの方が多いかな。心さん目指して頑張ってます。これからも楽しみにしてます。そうですね、ゴルフはね好調とスランプの繰り返しですね。今私はスランプではないけど、こう肩のこういう可動の不調でですね、ちょっといまいち自分の思ったところにこう上がんないんですよね、クラブが。で下がんない、症というかどうしていいやら。まあ直すためにはね、トレーニングしたり可動域上げるためにいろいろやってます。こういう波はありますが、お互い頑張っていきましょう。心さん4万人ありがおめでとうございます。私のトレーナーさんが心さんの動画をいつも見ていて、反り腰になっているのが腰を痛めないか心配ですと言っていたのですが、今回の動画で直されてますね。どなたかの指導があったのでしょうか？私も反り腰になりやすいですが、打ちやすさはいかがですか？正直反り腰はすごい打ちやすい、私の中で。だけど今反り腰を、まあ、やめてっていうか、まあ改善するためにいろいろやって、あ、新しい感覚というか新しいお腹の使い方が今は身についてるんじゃないかなと思います。まだね物にはなってないんですが、少しずつこう腹筋、こういうね背中だけじゃなくてこうこのサイドの筋肉を使うことができるようになってきてるんではないかと思います。トレーナーさん心配していただいてありがとうございます。なかなかでも癖なので治んないですね。はい、まあ地道に治していきたいと思います。いつも素敵なポスト勉強になります。ここぞという時に臨むための勝負のウェアはありますか？これからも心さんのような素晴らしいスイングを目指して私も頑張ります。私ね最近気づいたんだけど、青がすごく好きみたいです。青いウェアを着ると結構テンションも上がるし、いいスコアが出るなーっていうイメージがあるんで、ここぞっていう時には結構青を着るようにはしています。ちょっと仕事帰りで筋トレもしてきて、疲れてますね。頑張ります。
次、これはなんだ、ショットの前に残りの距離と何番クラブ、足元の状態を言ってください。もうまあ足残りの距離と何番クラブ、はい、足元の状態、あ、こういう下がってるとか上がってるとかなんですかね。まあなんか言えるときは言えるように頑張ります。4万人すごいですよね。それも心さんの飾らない人柄とゴルフへの情熱の賜物ですね。これからも応援しますね。え、飾らない人柄褒めてくれて嬉しいです。なんかね、もう YouTube も始めて、え、まだ1年経ってないか。でももう11月とかで1年なんで、はい、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9ヶ月、はい、なんか私もね、まあどうしたらいいもんやらとか悩んだ時期もあったんですが、まあ、アンケートに来るコメントとか、まあ、インスタに来るコメントとか読んでるとすごい元気になります。はい、YouTube アンケートに来るコメントすごいんですよ。プレゼント動画についてるアンケートのコメントがすごく私元気もらってます。はい、最近シャンクが止まりません。ラウンドの 70% アイアンがシャンクです。いい練習ありますか。シャンクはまあいろいろな直し方を私も言われましたが、まあでも一番は右足、右のこっち側がね前に出るから、こういう風にね、膝がねこう出たりすると、手がこう先に出たりすると右にシャンク、基本クラブのネックに当たってるから、すごい近くに立ってみるとかすごい遠くに立ってみるとか、とにかくそのネックへの意識をなくすことじゃないかね。あとこうなるべく、なんだろうね、やっぱりグリップ力弱くして右を出ないようにですよね。シャンク上手くなってる証拠というか、一概にねどうこういうのは難しいですけど、まあ私はそういう風にこう結構近くに立ってみたり遠くに立ってみたりイメージを変えるようにはしてますね、大きく。はい、次いきます。ゴルフ歴10年ですが、未だに前日の夜は眠れません。遠足の前日、子供みたいに笑い笑い、ココロちゃんはラウンドあるあるとかありますか。私はすっごい寝れるから、遠足みたいな寝れないみたいなのはないんですが、ラウンドあるあるか、ポクポクポク思い浮かばないあ、ラウンドの前日は必ず準備しますよ。ゴルフウェアとか持っていくものとか、なんか一個忘れたらすっごいがっかりするから、前日に必ず完璧な状態にしてラウンドに臨んでます。私の質問は、ドライバーのヘッドスピードは40くらいなのですが、ボールの初速がなかなか速くならないのが悩みです。いい練習法があれば教えてください。そんなこと考えてゴルフしたことない。ボールの初速上げるためにとか、なんかそう速くしようって思うよりも、効率よくなんかミート率上げるとか、ヘッドスピードねめっちゃ速くてもボールがこんなってたり、ヘッドスピードめっちゃ速くても当たってる位置が悪かったりするよりは、今のヘッドスピードのままそのスピン量を減らした方が飛ぶんじゃないのかな。飛ばしたいんであれば、初速よりこうスピン量とかミート率とかそういうのを、今のヘッドスピードで十分飛ぶと思いますけどね。女子プロだって、ね、ヘッドスピード40ぐらいで250とか結構飛ばしたりするんで、ヘッドスピードそんだけあるんだったら十分じゃないかなと思います。ココロちゃん4万人おめでとうございます。前にも教えていただきましたが、パターの構え方おすすめは気をつけている点。パターね、よし、あ、なんかちょうどいい、ここにハンマーがある、これはパターだと思ってね、これパターのフェースだと思うと、私なるべく結構こう結構短めに持つっていうか、前傾も深めです。で意識してるのは、この左手この面を
ま、ま、もしストレートだったらカップに向かって出す、フックだったらこの思ってるフックを描く曲がり位置のポイント、うーん難しいかな、曲がり位置のポイント、まあ私の感覚なんですけどね、この曲がり位置のポイントに左手のこう出す、スライスだったらスライスする曲がり位置の手前に持ってくるのか、まあ、結構私は手前に持ってくるかな、ポイントに手を出す、なんかだったらこの辺っていう目標を決めたところに左手の甲を出すようにしてますかね。あと頭ずっと下向いてるかも、結構入るまで頑張って下向いてる時もありますね。次次、じゅんちゃんとはどこで知り合ったんですか。じゅんちゃんとは去年の9月ぐらいに友達の紹介で会いました。でも最初はインスタグラムで知ってました。心ちゃんの影響でゴルフに興味を持ちました。でもまだ私は中学生なんですが、まずは何から始めればいいですか。中学生からゴルフ始めたら上手くなるだろうな。何からかな、まあレッスン、インドアレッスンに行くとか、まあ、もしゴルフ部とかね、ゴルフなんか関連のものがあるんだったらそこに入っちゃった方がね、一気にピューンと上手くなるからいいんじゃないかなと思うんですけど、中学生だったらもう運動神経もなんか柔軟性もありそうだから、とりあえず打ちっぱなし行ってみると。でもまあ打ちっぱなし行ったらレッスン受けてほしいな、ゴルフ部入ってほしいなと私は思います。次行きます。バックスイングからの体重移動がうまくできずに手打ちになってしまいます。バックスイングからの体重移動がうまくできない、あーわかるわかるわかる、私もそうそう、その系統ある。これ立たないとわかんないけど、こういうことね、私もなるけど、バックスイングからこうこういう感じでこうなっちゃう感じね。だから私も今練習してるんですが、こうしたらこの後ろのね、お尻からここにかけてをクッと使ってグー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 、これをねすぐ引いちゃうとダメだから、クッと使って高インパクトを迎えてからピュン、いいらしいですよ、はい、なかなかできませんがね、はい、この後ろのお尻の筋肉を使う使い方ですね。百切りを定期的に出すポイントはアプローチパターです。コースに出る際に一番心がけていることありますか。メンタル面含めて教えていただきたいです。私も知りたい、メンタル弱い。いつもインスタリンゴルフ見てます、ありがとうございます。質問です。心ちゃんの各クラブの平均距離を教えてください。大切なのは飛距離じゃないと分かっていますか。スイング改造の目標にもなります。まあ、よく聞かれるんですが、ドライバーでだいたい210、調子よくて220ぐらいですかね、はい、で4バウンドは190、85から190で、5バウンド175から185、4番ユーティリティが170、6番が160、ユーティリティがね、でアイアンになると6番やんで150ヤード、7番で140、145、8で135、130、135ですかね。あとウェッジ類はまあ全部言ってもあれなんですけど、58度で65ぐらいは打ちますかね、そんな感じです。ゴルフをしたことがない人に広めるためにイベントや一般参加のコンペなど企画してください。はい、今年の夏にはキャロウェイとリンゴルフでイベントをやります。女子限定となってますか、はい、で一般参加ですね、はい、やりたいと思ってますよ。ただなかなかいろいろあって、準備など手配などもう少しお待ちください。ゴルフウェアどれくらい持ってますか。クローゼットが見たい。ああ、そう、この企画やろうと思ってるんですけどね、うち
片付けないとな。やります。クローゼットの中身出しちゃいます。ゴルフウェアね、多分ね私服ぐらい持ってる。すごいことになってますよ。もうね100とかは全然あると思うな。でもこの間友達にあげたしな。でもいっぱいありますよ。ぜひ次回公開したいと思います。次いきます。質問室楽しく拝見させていただいてます。関東でのおすすめのゴルフ場ベスト3、どんだろう。でも好きなとこがいっぱいありすぎてあれなんですけど、まあよく載せてるイーグルポイントは大好きです。太平洋だったらやっぱり御殿場だよね。やっぱ御殿場好きですよね。やっぱばっか言ってますけど、高いプレーヤーが高いコースはいいですよ。あと千葉バーティーとかもすごく綺麗ですよ。あ、関東だった。関東の太平洋でこの間行った成田じゃないや市原が洋芝ですごい良かった。千葉なのに洋芝で、次いきます。ゴルフはいつも楽しく拝見させていただいてます。ゴルフは肩甲骨と股関節の柔軟性が大切だと思っています。どういった体のケアをしていますか。今後怪我なく楽しくプレーしてください。怪我してます。背中が痛いっす。普通左痛いのに右が痛いです。まあ右結構使うスイングなんでね、はい、皆さんも怪我には十分気をつけて、ストレッチ、マッサージ、トレーニング、ガシガシやんないと壊れます。私も今ね、まだこの動画がある頃上がってるかな、ちょっとねトレーニングやってるんで、それも見てもらえたらと思います。今まで受けたアドバイスの中でこれは良かったというのはありますか。いっぱいアドバイス受けたしな。でもその時その時で結構違うんですよね。その時欲しいもの、はい、を吸収してやるようにはしてるので、最近だとやっぱ一本足アプローチとか、今だいぶ両足に戻したんですけど、あれを1ヶ月やり続けたことでだいぶクラブのこの上げる軌道がこっちに行くようになりました。あとバンカーの声がけね、はいってやつね。あれはねバンカーに慣れたった私の最強のアドバイスでした。次いきます。心さんが100切れたのはゴルフを始めて何年ぐらいですか。1年弱かな、多分覚えてない、多分1年弱だったと思います。心ちゃんいつも楽しく見ています。美人百科を見ています。ありがとうございます。ゴルフ選手で会いたい人、会ったことのある人で嬉しかったことありますか。あるイボミさんと初めて会った時とか結構感動しました。可愛くて、あと去年かな、松山選手と写真撮ってもらったんですよ。それはもうね家宝ですね。今世界ランク、全米ランク2位ですか、家宝です。 YouTube 見ました。面白いですね。ゴルフ楽しいですね。ところでグリーン周りは何度のウェッジを使っていますか。スコアアップの鍵はショートゲームですね。そうですね、グリーン周りはですね52か58でアプローチしています。50度入ってるんですが、アプローチではほとんど使わないですね。ドライバーの飛距離が180くらいだったの、レッスンをしっかり受けて230くらい伸ばしたと何かの記事で見ました。どのようなところを直したんでしょう。ねドライバーはねほんと飛ばなかった。160もう飛んで180くらいだったんですけど、なんだろうね、まあ触れるようになったこととミート率が上がったことと、まあ途中からクラブもねシャフト長くしたりとか、私の場合はそのとにかく柔らかくてしなるクラブをしならせて走らせることで飛ばしてるんで、結構柔らかいクラブにしてみるっていうのも一個かなと思います。
毎日インスタリンゴルフ楽しく拝見しています。半年前から本を教えてゴルフ始めました。練習場では打てるのですが、やはりコースではあちゃこちゃ飛んで、しかもアプローチバンカーがうまくいかず、スコアが110、130行ったり来たりしています。いつになったら上手になるんでしょうか。心ちゃんにもこんな時ありましたか。素質がないかもと諦め気味です。やっぱりラウンド回しないようにすべきですか。そうですね、やっぱりね、練習場とねコースはね全然違うんですよ。コースはラフるし、バンカーあるし、池あるし、景色だし、練習場はマットだから滑るし、景色ないし、気持ちよく回れるし、池もないし、うん、やっぱコースはね、そう、練習ももちろん大事なんですけど、定期的に行くことをおすすめします。最後、ゴルフ、心ちゃんはいろんなゴルフ場でプレーしてると思うんですが、私はキャディをしているんですが、出会った中で今日のこのキャディさんすごく良かったって人いますか。いますよ、たくさん。本当に印象に残ってるキャディさん結構いますね。あ、そうだな、全体的にどういうキャディさんが印象に残るかと言いますと、やっぱりこう動きの軽快さとか、そのラインの読みのこのその細かさの、この辺のタッチでこういう感じでとか言われると結構いいですよね。やっぱあとお腹から声ファーとか出るキャディさんとかね、あとなんだろうな、若い研修生とかも結構可愛いなと思ったりとか、結構こうなんだろう、男前な、ピシパシ動いてもここです、ここ狙っててくださいっていうようなキャディさんも好きですし、はい、結構いろんな素敵なキャディさんに今までお会いしてると思います。以上になります。30分経ってる、あー30分経ってる、はい、以上、インスタグラムたくさんのコメントありがとうございました。4万人もねフォロワーがいくなんて、最初始めた頃は全然思っていなかったんですが、こんなにたくさんの方に見てもらえて嬉しく思っています。今後もインスタグラム、Facebook、リンゴルフ、YouTube、すべて頑張って更新していきたいと思うので、皆さん、毎日欠かさず見てくださいね。では、またお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は、左の動画をタップ。チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。